はい、今日も YouTube 配信したいと思います。でまずは、ノーボーダー飯綱、今週末9月21日22日、まあ、土日なんですけれど、2 days で、長野県、飯綱スキー場だったかなで開催されるんですけど、バイスも当然今年も出展します。まあ、前回0回目ってことで去年、やったんですけど、で今回1回目ってことで、まあ、正式な開催になったんですけれど、まあ、その長野ノーボーダーは、まあ、僕の幼稚園の頃からの友達が、やってるんですけど、まあ、当然のごとくね、それだったら僕らも当然協力するし、その長野っていう街を盛り上げたいなと思う気持ちもあるので、まあ、当然出店するんですけれど、で、9月21日明日の土曜日、僕らは向かうんですけれど、まあ、早朝名古屋3時出発ぐらいかな。で、こんな感じで各サービスエリアごとに当然僕らも給油していくので、その給油場所で、もしね他の県外からとか、ノーボーダー行くよって人いるんであれば、まあ、一緒に、サービスエリアごとになんていうんだろう、合流して最終的に会場に向かうのどうでしょうかっていうような、まあどっちみち行くんで、っていうランなんですけど、ランというか、まあ行くんでみんなよかったら一緒に行きませんかぐらいな話なんですけど、僕らは出店なので朝9時できたら9時ぐらいには着きたいんですけど、それでも遅いんですけど、まあ9時ぐらいに着くように行くので、ちょっと早いって思う人もいっぱいいると思うんですけど、まあね、全然まあゆっくりと普通にイベントを楽しんでもらうために来てもらって僕は当然いいと思うので、ただなんか僕らだったりとか、まあ名古屋から行くみんなだったりとか、そういう人たちとまあ走ってみたいなーなんて思ってくれる人がいるんであれば、そういうこのタイミングを利用して途中合流していってみたら、まあなんか新しくて面白いんじゃないかと思うんで、まあなかなかね全く知らない人と一緒に走るってことって普段ないと思うので、まあこんな機会にどうかななんて思ったので、まあ去年から一応やってるんですけど、名古屋からも、20代の子たちがパンヘッドで3人はもう絶対行くって言ってたんで、まあ雨降っても行くって言ってたんで、まあね天気予報は多分晴れな変わってたんで全然いいと思うんですけど、少なくてもまず名古屋出発3台のパンヘッド20代前半の子たちが行くので、まあ、そこスタートで最終的に何台になってるか知らないですけど、もしよかったら、これ見てる人たちでも全然構わないので誰でもいいと思うので、もし時間のご都合つくようでしたら一緒に会場まで行ってみましょう。で、バイス、ルースレス、あとはダズルシュガーの設営を手伝っていただければむちゃくちゃ自分たちも助かるので、で、まあ汗かいたらその勢いで着替え買っていただけたらなおさらもっと最高かななんて思っちゃってますので、よかったらみんなで頑張りましょう。で 2days なんで21日泊まっていただき、22日、まあ、ゆっくりと昼過ぎに、帰るっていうのもいいんじゃないかなと思いますので、まあ、2日間しっかり楽しんでください。あ、そう、途中でねリックさんたちもバイクで来るって言ったから途中どっかで合流するんじゃないかな、今日でもそうだったんだけど、なんでリックさんのご飯も当然ノーボーダーなので食べれるので、そんなのも面白いと思いますし、まあ、他にもねいろんなお店さんが今年初参加って方もいっぱいいましたので、よかったらな、まあね、長野の人たちはもちろん、県外の人たちも時間もしあるようでしたら全然バイクじゃなくてもいいので車でもいいので遊びに来てください、お願いします。まあせっかくノーボーダーっていうイベントに出店するので、まあイベントだからこそなんかね、なんかイベントだからできることっていうのを、まあ毎回イベントごとにやってるんですけど、今回はこれ、はい、まずスウェットが、定価からいろいろ安くなって、さっき6000円だったかな、あのこの4種類は6000円になりますっていうのと、あとこちらのパーカーがだいたい1万円ちょいくらいだったのかな、が8000円になりますっていう感じで、今回はスウェットとパーカーがスペシャルプライスで販売しようと思ってます。まあ、数が全然ないので、まあ、早のんがちったら変ですけど、もしねどっちみちまあこれから秋冬になっていくので、あの切り替えも増えると思うので、まあ、まだバイスとかパーカーとかスウェット持ってないよって人だったりとかもしいましたら、今回この機会にぜひご購入してみたらいかがでしょうか。あと新作の方のコーチジャケット何種類だったかな、とあとまあロンティーが3種類ずつあったのかな、でこちらの方が、入荷してきてて、今オンラインストアで、今日からだったっけな発売してるんですけれど、どっちみち21、22、23この3連休バイスお休みになるので、どっちみち通販もね24日からしか発送できないので、ってことでもう届いた荷物そのまんまさっき車に積んじゃったんで、まあ、ノーボーダーの会場でどっち買ってば初売りするというか感じなんで、フル在庫揃ってますので、まあ、そんないっぱいあるわけじゃないですよ。なんで、まあ、この機会に新作も気になるよって人いたら、まあ、コーチジャケットなんてね、これからのシーズン、まあ、例えば、長野に半袖できちゃって寒いよって人はコーチジャケット買っていただければいいと思うし、まあ、ロンティーはね、年中着れると思うので、使えると思いますので、
新作の方も持ってきます。あとはまあいつも通りに、陶器だったりとか、あとは T シャツちょろっとだったりとか、キャップやハットもちょろっと持っていこうと思ってますので、そちらの方もよかったらご購入してください。じゃあ今週末ノーボーダーお待ちしておりますので、皆さん、車バイクどちらでも構いませんので遊びに来てください。お願いします。で、今日は何配信しようかというと、今これ着てる、僕が着てるこれ、これスタジャンになるんですけど、コーデュロイ生地で、これ4層構造で作ったんですよね。まあバイスの服って言ったら、もうあの、なんていうの、秋冬のアウターって言ったら大体4層構造っていうのも定番化してきたんですけど、まあ普通の暮らしで4層構造なんて別にそんななくてもいいと思うんですけど、まあ、バイク乗りにはね、できるだけ薄着で乗りたいじゃないですか、バイク。なんていうかっていうと、この手の動きだったりとか、こういう動き、こういう動き、こういう動きっていう時に、なんか乗りづらいと言われたけど、こんなに重かったりとか、ごつかったりとか、もこもこしすぎたりとか、すごいでっかかったりとかってないように、かといって動きやすいようにっていうのを常にあの考えて土を作ってるんですけど、まあ、それに行けついたのが結局、軽くて、そんなにこう厚手じゃなくて、動きやすいっていうアウターが、いろんな意味であったかいっていう、なんか自分の結論に至ったので、バイスのアウターは基本的に、まあ、普通よりは、見た目よりは軽く、で、保温性があり、風を通しづらい。これ風を通しづらいのが結構重要なんで、で、考えてたら結局何でも4層構造になっちゃったっていうだけなんですけど、なんで、スタジャンなのに4層構造。まあ、パッと見全然わかんないですけどね。インナーとかの内綿の話とかだったりするんで。ただ、これ普通ね、ボタンだけのやつに、こうチャックをつけてみて、まあ、チャックを閉め、チャック、ジッパーか。ジッパーを閉めてボタンをすれば、なおさら風を防げたりとか、まあね、リブの感じもいいと思うし、あと動きやすいし、収納力も内ポケ両方についているので、いいんじゃないかなと思ってます。作った理由が、K5LOW、ケンゴロウくん。まあ、なんかこれ俺作りたいの着たいんだよ。これ着てバイク乗りたいのって言うもんで、ね、作ったんですよ、実は。なんで、その、行ってた本人に来てもらって、まあ、大将も一緒に来たんで、二人に来てもらって、ちょっとバイクで、このクソ暑い中、全然秋、毎年のことなんですけど、秋冬の景色になってないんですけど、まあ、ちょっとバイク乗って、んで、まあ来たバイク乗った感じの雰囲気はわかるんじゃないかなと思ってますので、よかったら見てください。じゃあどうぞ。暑い中2人ともありがとう。このまだまだ真夏の9月上旬2人でスタジャン来てますけど、これ何のスタジャンですか、ケンゴロ君？俺がどうしても作りたかったそう、これね、ゴロちゃんがどうしても作りたかったスタジャンを作れって言うもんで、スタジャン作るってなったけど、まあいいよってことで、今期新作としてスタジャン、またサンプルなんですけど、届いたんで、ちょっと今日は、ゴロちゃんと、大将に来てもらって、ちょっと走ってこようかなと。で、ちなみにちょっと説明してください。じゃあこのスタジャンをケンゴロ君、これ、うん、これは一応、うん、バイク乗りにはあんま向いてないけど、バイク乗り用に、うん、スタジャンはねあんま向いてないんだけど、どこがバイク乗りっぽくちょっと意識したんですか？このチャック、チャックね、ジッパーじゃないですよ、チャックです。ジッパーではない、チャックがついてます。ボタンだけやとあれ、ボタンだけど、ちゃんとうちのオリジナルのね、フライングホイールのボタン使ってたりとかしてるんですけど、でまあ2種類あるんだよね、両方とも。まあ黒はベースは黒なんですけど、リブの色が白とこっちのグレーっていうのがあって、まあこれサンプルなんで、こっちのグレーはもうちょっとグレーを濃くしようかなと、もっと真っ黒にしようかなと思ってるんですけど、で大将が着てる方がだから、いわゆるグレーリブにボタンとジッパーも全部黒になってるバック、まあブラックバージョンで、ゴロちゃんが着てるのがブラックとホワイトの、コンビバージョンになります。まあ審査レートとか使ってるんで、この時期には全く向いてないんだけど、一応まあ防寒対策にはなってますんで、まあ今からどんだけ暑いか試しに行こう。じゃあサクッと行ってみましょう。
ばらくまっすぐ行きます。暑い。しばらく。お疲れ様。どう？超暑い。超暑い。そりゃそうだ。あったかいでしょ。超あったかい。よかった。じゃあこれ多分まだ10月末とか11月ぐらいに発売なんだけど、皆さん先行予約お願いします。まだ大丈夫。お願いします。こっちが白で、こっちが真っ黒系な方です。両方しよう。はい、そんな感じで暑い中ありがとう。じゃあ締めてもらっていいですか。バイバイっす。やってよ。まだやらないよ。はい、新作の、K5L スタジアムジャケットになります。まあリブはこんな感じ、まあ袖口こんな感じで結構厚めで、なんていうの、このラインとかはなんか自分が好きなね、60年代とかのカルチャーでなんかこういう、なんていうんだろう、スウェットがあるんですけど、そのスウェットの感じがこういう3本ラインだったので、あえてこのデザインを採用しました。で、細かいところなんですけど、これ分かるかな、これボタンがね、うちのフライングホイールボタン使ってるんですよね。単なるドットボタンなんですけど、一応こういうとこにもちょっとこだわったりとか。で、細かいところなんですけど、このね、なんていうの、裏側、ボタンの裏側が黒い鉄の方にしてて、あんまなんかこれ銀色だと結構この銀色が目立つから、あんま個人的にそれが苦手なんですよね。だからあえて今回は黒にしてみました。で、ジッパーの方はボタンに合わせて銀色で、そうそう、だからボタンを外してもジッパーがついてるんですよ。だからジッパー閉めてボタンしてもらえれば防寒対策はバッチリかと。で、コーデュロイ自体は表地のなんていうの、結構細めって言えば細めかな、だけどそんな分厚いわけじゃないんですけど。で、裏地はシンサレート、はい、シンサレート、まあ、4層構造なんですけど、なんていうんだろう、このキルティングの中にシンサレートって綿が入って、さらにもう1枚ナイロンが噛んでて表地のコーデュロイになってます。で、内ポケットがこっちとこっち、両方に内ポケットがついてるって感じです。こんな感じです。で、こっち白黒、なんていう、黒に白リブなんですけど、こっちが、はい、黒にグレーリブ、ラインのリブって感じで、で、こっちはさっき言ったようにフロイングホイールのボタンがマットブラックだったりとか、で、これジッパーの方がまたこっちもブラックジッパーになってるんですよ。こっちは分かりづらいな、これだと。で、まあね、一応こんな感じで、黒白と黒グレーのリブの2種類があります。よろしくお願いします。